で。少しは反省したかな、ジャンヌ。ええ、大いに後悔しています。コンピューター室のサブメモリーを細工して勤務をサボり、ホバードライブするなどもってのほかだ。本来なら脱走したとみなされても仕方のないところだ。いやしくも君は陸軍の総長だ。ま、後悔しているならそれでよろしい。当然でしょ、アラン中尉。私、今日で3日もシャワーを浴びてないのよ。ジャンヌ、君は自分の立場をだな。よっしゃ、お願いです。シャワーを浴びさせてください。それに化粧品も。まだ4日も栄翔にいるなんて。とても、お願いです、アラン中尉殿。この哀れな乙女に。バカ者、ジャンヌ。お前の願いなどすぐにも叶うはずだった。それもお前の自由に、好きなだけなら釈放するつもりだった。だがその様子じゃあと1週間ぐらい伸びそうだな。アラン中尉様、私が間違っておりました。私は深く反省します。神様、私は自分の犯した過ちを心より悔いています。もう決していたしません。二度としません。まあいいだろう。やっほー。どうもお待たせ。いいよ、ジャンヌ。あ、シャルル隊長、またやったんですか。ああ、まさか少々閣下の女だとは思わなかったんでな。早くしなさい。じゃあな。ジャンヌ、あなたは謹慎1週間です。気をつけるように。直属隊長と部下の栄装交代か。まったく、15分隊はどうなってるんだ。おい、知ってっか、隊長、今度は長いらしいぜ。そうだろうな。よりによってよ、閣下の女を口説くなんてね。あの病気は治らんだろうよ。リベルテのエリートかなんだか知らないが、上官二人仲良く栄装とはね。俺はあの跳ね返りがいないと思うとせいせいするぜ。跳ね返りで悪かったわね。お帰りなさい、総長殿。出所おめでとうございます。ご苦労様でした。 ありがとう。アンジェイ軍曹、ちょっと来るのが早すぎたかしら。何を覚えてる、ちゃちゃ馬が。整列。はいはいはい。よいしょ。ほら、やった。今日から私がこの戦略機構隊第15分隊の指揮を取ります。早速ではあるが、市街戦を想定しホバー作戦に出動する。アンジェイ軍曹、どうかしました。ジャンヌ総長は確か1週間の謹慎だと。外出禁止とは言ってないわ。それに指揮官として軍の辞令もまだ。シャルル隊長が栄装入りの今、私がこの隊の指揮を取るのは当然のことです。しかし女の子の君では。まあそういうこと。アンジェイ、女の私じゃ従えないということ。いや、その実はアルツ開発基地が何者かに爆破され、軍は現在非常警戒中でして、我が戦略機構隊としても慎重に行動すべきだと思いまして。わかったわ。アンジェ軍曹には留守を頼むわ。他の者はすぐに出動。まったくどうしようもね。訓練をピクニックぐらいにしか考えてねえや。青い
出ましだぜ。幼稚園の遠足だな、まったく。マリー少尉、戦略機構隊第15分隊はホバー体感訓練実施中です。それでコーヒーをご馳走していただけないかと思いまして。甘いよジャンヌ、それでは訓練にならないだろうが。うん、噂以上の冷血動物だわ。どうかしたのかジャンヌ。あ、いえ、勇猛果敢、沈着冷静、音に聞こえた宇宙機構隊と思っていたけど、頼んだ私がアホだったわ。ジャンヌ、訓練は遊びじゃないのよ。ご忠告どうもありがとう、ホスモアマゾネスさん。おい、待てよ、一杯おごるぜ。おー、ありがたい。どうだ、少しは温まったろ。おい、しっかりしろ。おい坊や、なかなかやるな。あ、何してんだよ、もう。すまない、今度は手加減しないぞ、坊や。なかなかやるじゃない、ジャンヌ。戦略機構隊第15分隊所属、認識番号1537、ジャンヌ総長、 GMP に対職務妨害及び器物破損25条35項に違反、よって特報35人。これは使用者率 85%、 整理ミス 12%。 許さん。またやっちゃった。当分少尉になることも宇宙船もパーだわ。ま、明日は明日、ひとまず寝よっと。しかし参ったな、美女が台無し。シャワーも諦めか。はい、ちょっと来てください。どうした？これです。通信衛星からですが、どうも今までのと違うんです。通信文のようなんですが、我々がオペレートしたものではありません。それにリベルテからの通信文でもないんです。至急参謀本部に連絡しろ。了解。大尉、もしかしたら。分からん。2238X 衛星もキャッチしました。発信地を確認しろ。参謀総長、アルス基地の事件と何か関わりがあるのでは。まだ何とも言えん。発信地3時の方向、距離5万プラスマイナス 0.3%、 相対速度450プラスマイナス 0.2%。 出力を上げて高度 4X を使用。参謀総長、今何か捉えましたが、すぐ消えてしまいました。 2225Y 衛星が全く作動しません。オペレート 2225Y の映像を出します。もう一度ストップ。
なんだあれは。2238X 作動停止。2234H 作動停止。2238参謀総長、衛星からの通信が全て途絶えました。地上レーダーに切り替えろ。はい。グリーン中佐、全軍に一級警戒態勢の配備を。はっ。参謀総長、何者でしょう。もしやアルス基地を襲った奴らでは。おそらく。おはよう、ジャンヌ。おはようございます、ライナ少尉。はあ。サザンクロス軍総司令部の発表をお伝えします。昨夜午後11時ごろ、整形不明の宇宙船が上空約3万6000キロの地点に停止しました。軍当局は万全の防衛体制を敷くと決め、謎の宇宙船の解明に全力を挙げております。よし、わかった。そのまま待機しろ。隊長、やっぱり異星人でしょうか。間違いなかろう。アルス開発基地を破壊し、我が人類を脅かす憎むべき異星人だ。司令部からまだ何も言ってこんのか。は、司令部はただ待てと。クソ、なんてこった。敵艦降下し始めました。参謀総長、攻撃命令を。いや待て、彼らの目的と正体を知ることが先決だ。コンタクトを取るのに全力を挙げてくれ。決してこちらから撃ってはならん。しかしアルス基地は破壊されたのですよ。アルス基地でどのようなことがあったのか知るすべがない。先に攻撃したのかもしれん。高度2万1000、2万、1万9000。敵艦はどんどん降下してきます。高度1万5000。まだか。攻撃命令は。はい、まだです。司令部は何を考えとるんだ。敵に手を振って迎えるとでも言うのか。隊長、敵艦から攻撃機が飛び出しました。何、なんてためだ。敵母艦に照準はあったんか。はい。攻撃機はあった。本艦を狙え。何をしてる、早くせ。しかし隊長、司令部は。バカ、やられてからで遅いんだ。どけ。一発命中。敵艦の動きが止まりました。早まったこと。参謀総長、全軍コードナンバー ATC-1 体制、攻撃準備。ジャンヌ、シャワーを浴びたか。ええ、3日ぐらいは大丈夫でしょう。どうかな、今度はそうはいくまい。ラーナ少尉、38号房へ連れて行け。はい。コードナンバー ATC-1 発令、士官は直ちに集合せよ。繰り返す、繰り返す。コードナンバー ATC-1 発令。いくら何するの。待ちなさい、ジャン軍。放っておけ。しかし逃げたところで独房入りが長くなるだけだ。はあ。それより ATC-1 とは穏やかじゃない。敵さん動き出したから。そう。はい。ごめんね。おいこら、待て。Thank you.
他の分隊はみんな出動したぜ。指揮官がいねえんじゃしょうがねえだろ。こんな大事な時に上官が二人とも英装とはな、シャレにもならないぜ。安西軍曹、あなたが指揮を取ってください。ホバー遊びしか知らない連中に実戦ができると思うか。やったところで地獄行きの引導を渡すようなもんよな、ルーイよ。ま、そうでしょうね。死に急ぐことはありませんよ。わかったか、ボーイ。セレス！ジャンヌ総司、まさか出動するつもりじゃ。当然、 ATC-1 体制が出たでしょ。我が隊も敵機構部隊の総統に出動します。しょうがない、演習じゃあるまいし、娘一人戦場に放り出すわけにもいくまい。そういうこと、アンジェイ軍曹。逃げていくぞ。はあ、助かった。どうやら終わったようです。それはどうかな。これで全てが終わったわけではあるまい。むしろこれからが問題だ。は？敵は一貫です。必ず落としてみせます。被害は？町に入るのは食い止めました。第15分隊がよく申し答えてくれました。15分隊、確かシャルル中尉が指揮官だったな。そうです。が彼は映像入りで、この作戦はジャンヌ総長が取りました。おお、あの娘が。よう、今日は大変だったな。よくやってくれた。15分隊の話で持ちきりだったぜ。いやー、俺も戦いたかった。それにしてもシャルル中尉、ずいぶん早く出られましたね。参謀本部からの指令で、シャルル中尉は二等兵に降格です。
ところでジャンヌ総長は、はい、覚悟はできてます。今度は何日ですか？あなたは今日から15分隊の指揮官に任命されました。え、今なんて、私エースト入りじゃ。お望みなら入れて差し上げるけど、ジャンヌ。いえ、以後指揮官として慎重に行動することね。以後よろしくお願いします。おお、よろしくな。みんなもというわけでよろしくな。シャルル二等兵が